気になるリポートです。埼玉県川口市もーちゃんさんからのリポート。熊本産濃いみのり大粒です。甘くて美味しそうですと。あー可愛らしい。熊本産の大粒いちごなんですね。そしてくまモンがとても可愛らしい。実はですね、あのイベントでお絵かき大会みたいなものがあったんですよ先日。でくまモンのイラストを描きましょうみたいな話になって、あのうろ覚えって言って、あの自分の脳内で再生してイラストを見ずに自分で保管して描きましょうといった、コーナーだったんですけれども、くまモン思い出せなくて、フォルムは思い出せたんですけれどもお顔周りが思い出せなくて、ただのクマになってしまいました。クマも可愛いですよね。あ、お口周りがちょっと白いんですね。で、お鼻があって口があってっていう感じだったんですね。もう一息でしたね、もう描けそうです。白いねということです。そして濃い実り大粒のいちごが美味しそうですね。今の時期いちごね美味しく感じますよね。商品名がとっても可愛くて、濃い実りっていうんですね、恋が実るぐらい美味しいということなんでしょうか。甘酸っぱいということでしょうかね。甘い甘いということでしょうか。では続いて見ていきましょう。こんにちは。時刻は15時を回りました。引き続きウェザーニュースライブアフタヌーン、檜山沙耶が担当いたします。よろしくお願いいたします。さて15時は回りましたが、いかがお過ごしでしょうか。これから休憩などもするかなと、はい、思っているんですけれども、おやつ休憩はしますか。最近ですと春の話題が多くなっていて、桜の、ね、クッキーとかフレーバーのあるラテとかもありますけれども、最近はどうでしょうか。春を感じるような飲み物食べ物は召し上がりましたか。まっしょいと。ありがとうございます、ね、あの私も最近スターバックスの桜ラテを飲んだんですけれども、とても可愛かったですね。ツイッターでもツイートしました。あの結構リプライ届いていたんですけれども、写真がちょっと桜の木が、汚くなっていたので、最初飲んじゃったのって来たんですけれども、飲んではいません。あの元々ああいう形だったんです。そんな飲んでからツイートしないですよ。飲む前にお写真撮って桜ラテをね記念で収めたんですけれども、あの蓋をパカッと開けるときにちょっと横に向いちゃったんでしょうかね。多分私のせいではあるんですけれども、木がねちょっと汚れてしまって、ちょっと切ない思いだったんですけれども、まあね、まだまだチャンスはありますので、綺麗なショットを撮れるように研究していきたいなと思います。抹茶ドリンクが増えていて嬉しい。抹茶もいいですよね。私も抹茶すごく好きで、あの京都に行った場合は必ず抹茶のスイーツを食べます。もう最近ですとどの場所でも抹茶の味が広まっていて、抹茶スイーツも多いのですごく嬉しいですよね。春は美味しいものも増える時期だと思いますので、皆さんもね、温かくして美味しく召し上がっていただければと思っております。